今日は前線が南に下がり、梅雨の中休みとなっているところが多くなります。西日本、東日本は広く洗濯物を外干しすることができそうです。ただ西から早くも前線が近づいてきております。九州や中四国は天気下り坂、福岡は昼過ぎには雨が降り出す恐れがありますので、洗濯物の外干しは午前中がチャンスです。広島や高知も取り込み忘れはないようにしてください。その他東日本は広く干せますが、山沿いではにわか雨に要注意です。新潟は1日を通してにわか雨の可能性があります。仙台も弱い雨が降る可能性はあるので、空の変化要注意です。北海道は今日は1日すっきりしない空で時々雨が降ります。洗濯物は部屋干しが安心です。今日の洗濯天気予報をお伝えしていきました。日差しが届くエリアでは日差しを有効にご活用ください。